デイジープレイヤーアクセシブルな情報システムはデジタル録音図書の国際標準規格である。音声およびテキストデータの構造化と、音声、テキスト、画像データ等の同期再生を主な特徴とする。オーディオブック、定期観光物、デジタル録音図書の制作、またデジタルマルチメディア図書の作成に使われ、全社の対象は主に視覚障害者、後者は、 式辞障害者と称する。図書を構成する音声及びテキストデータは MP 並びに XML により構造化されるため、見出しのみを先に再生したり、希望する見出し箇所へジャンプして再生するなどの操作が可能である。また、図表の読み上げに加えて出展情報他の補足情報を提供する。この技術により従来の録音資料では未対応だった。 複雑な構成の出版物も、例えば百科事典や教則本などが利用できるようになった。またマルチメディアの媒体は、書籍、定期刊行物、新聞、学術誌、コンピュータ対応文書、文字情報と音声を同期させた表現媒体まで応用できる。このため、展示図書館等における音訳図書は、音声データのみのカセットテープから、 デジー企画による CD ロムへとほぼ移行した。さらに最近では、視覚障害者情報総合ネットワークサピエ等を利用したインターネット配信も普及しつつある。当初は、視覚障害者のためのデジタル録音図書の企画として作られたが、その後、音声と画像の同期技術を取り込むことにより、 識字障害者、学習障害者にも有効なデジタルマルチメディア図書の企画に発展した。また外国にルーツがあり、日本に暮らす児童生徒、海外からの留学生には文化的背景から漢字化の混じり文の認識に難しさがある場合、デジ図書を使った学習支援が実施されてきた。近年の電子書籍の急速な普及と電子書籍の閲覧における アクセシビリティの要求の高まりを受けて、電子書籍のオープンな国際規格である e p ブ b さんは、デイジーの使用を包含した。これにより、デイジーの最新バージョンである ANSI2 素 Z39.98 から2012以降、制作、交換用のフォーマットという位置づけとなっている。既存の国際標準規格を採用して構成されている。テキスト及び、 音声の構造化のためには、XHTML を使用し、音声データとテキスト、画像等との同期には、スミールを使用している。Daisy ーー図書は、以下のデジタルファイルを備えたセットである。Daisy ーー企画では制作者が、音声のみ、フルテキストと、音声、テキストのみなど、テキストと音声の構造を自由に選ぶことができる。現在の最新版は、 デイジー3であり、アンシー2素 Z39.86 から2005として標準化されている。現在、日本で普及し、使われているのは、デイジー2.02である。2012年8月に、次期デイジー企画となるアンシー2素 Z39.98 から2012が公表されたが、これは制作、交換用のフォーマットであり、配布用フォーマットには、 デイジーさんもしくは、イパブさんが使用される予定である。デイジー企画の開発、維持は、国際非営利法人デイジーコンソーシアムが国を超えた、開発機構として実施している。1996年に創設、その趣旨を文字媒体に不適用の読者に公平な、情報訴求とアクセスを確保するためとし、世界から、加盟団体、会員を募り活動する。またデイジー、 ミソ企画の管理者として、アメリカのナショナルインフォメーションスタンダーズ、オーガニゼーションより承認を受けた。厚生省は1995年の補正予算を当てて、デイジー作戦システムと同再生専用機を全国の展示図書館や視覚障害者の教育機関、専門施設に配備し、CD ロム図書を2580件配った。また、 録音図書の普及のため、多くの展示図書館が2000年頃から、録音図書の作成をデジタル化し、録音媒体はカセットテープから MO や MD に切り替わる。利用者の読書環境の整備に向け、厚生労働省は2004年外産要求予算に、読書機を日常生活で使えるよう普及を後押しする予算を計上。その2004年当時、電子展示図書が、 最も充実した会員制データベースは旧称ナイーブネットと称し全国視覚障害者情報提供施設協会が運営していた。加盟者は展示図書館等で協会は録音図書の電子化に合わせた最盛期他の整備に2006年度から取り組みを進めた。2010年4月に データベースのネットワークを日本展示図書館に移行し、名称はサピエに変わる。録音図書の媒体は、従来のカセットテープとデイジー、一般 CD に加え、複数の版のデイジーとオーディオブック、音声解説が増えた。図書館利用に何らかの不便がある人に提供するサービスの変遷は、1998年から2009年の10年余りに、 渡る文献のまとめや大学図書館の対応、図書館利用者と図書館のミスマッチの論考がある。世界知的所有権機関マラケ首条約への加盟により、日本政府は、その第4条に定める、著作権法の規制を、改めて著作物を利用しやすい形態に複製し、譲渡することや、公衆が利用できる状態に置く権利の制限または、例外規定の定めを求められるとともに、 第5条にある通り、それら複製物を他国の利用者が使いやすくする権限機関の活動を支える課題を負うこととなった。2021年1月より条約に従った政策づくりが進められる。アメリカの場合、既存の組織は著作権を設定した著作物の発行に際し、誰にでも読める版を作成するため、 障害のある人々がしばしば利用するデイジー企画への移行を検討し始めている。ゆっくりとではあるが、これまで用いたカセットテープなどの媒体をやめる傾向がアメリカで見られる。アメリカの様々な組織が視覚障害のある読者に対応しており、例えば民間団体のラーニングアライラーニングアライやブックシェアブックシェアあるいは、 ジョージア工科大学工学部が受託するアマック、アクセシビリティが活動し、連邦政府はアメリカ議会図書館に置く全国障害者図書サービスを介して在外居住者を含めた全国民に収蔵図書を無料送付する。前者の2件は独自がしにくいディスレクシア他の障害にも対応する。後者の NLS の場合、従来はカセットテープという現物を貸し出しており、 携帯が変わっても、図書コンテンツを無料で提供するという、公共図書館に課された、図書館学の手法を貫いている。NLS 及び、ラーニングアライ加盟組織は、コンテンツの暗号化に、デイジープロテクテッドデジタルブック標準を採用する。このシステムは、デイジー定義ファイルは従来と、共通ながら、音声ファイル、また事例によっては、デイジースミールファイルに記述した。 特定の情報タグも暗号化されており、暗号解読技術を介して再生する。読者は、コンテンツの提供者から暗号キーを受け取り、デイジー再生機器に読み込ませて、暗号を解いてから、内容を利用する。ただし暗号解読手段そのものは、標準のデイジーに添付されず、再生機器に依存しており、暗号キー対応で必要なプログラムを備えた機種に特化する。 ブックシェアは独自のデジタル著作権管理の手法を採用し、デジタル図書ごとにダウンロードした利用者の指紋を設定する。これらの処置は著作権条項を遵守し特別な方式で配布する措置であり、一例として的確な障害が認定されないものなど、認証を受けないもの、密証人のものによる著作物の利用を防ぐことを目的とする。 2016年の改定に先立ち、学習障害団体からコメントが寄せられた。デイジー図書を再生するには、再生ソフトウェアをインストールしたパソコンやタブレット、スマートフォン等を使用するか、再生のための専用機器を使用する。デイジー図書を制作するには、制作用ソフトウェアをインストールしたパソコンを使用するか、デイジー制作のための専用機器を使用する。 変換用ツール50音順。ありがとうございます。